はい、皆さんこんにちは。福岡博多チャンネルです。南翔と、はい、こちらのチャンネルではですね、福岡博多の様々な情報をできるだけ分かりやすくお伝えするというチャンネルになっております。いつもいいねとコメントありがとうございます。はい、ということで福岡もね、緊急事態宣言が出てしまいまして、いろんなところがですね、休業しております。で、飲食店もですね、時短営業になって、でお酒の提供ができないっていうですね、状況になって、まあお酒を私飲まないのであんま関係ないんですけども、もうお酒が出せないならもう店開かんめみたいな感じで休業されてるところも結構多いからですね、そういう意味では結構ダメージです。はい、更新頻度はですね、できるだけ落とさないように、まあちょっとランチをメインにやっていこうかなというふうに思っております。はい、ということで本日もですね、グルメネタです。はい、本日ご紹介するのは滝餃子池三郎さんのご紹介になります。はい、それでは早速いってらっしゃい。はい、で池三郎さんなんですけども、ちょっとね、申し訳ないんですよね、2日連続で今泉方面っていうですね、もう昨日もね若葉さんで、ね、今日はまた今泉っていうね、私の悪い癖が出てますね。同じエリアの集中的に行くっていうですね、今泉の方になって、西鉄の沿線なんですよね。だから、わりかし分かりやすいかなというふうに思います。で、天神、福岡南、福岡天神駅の、南口からのスタートになります。はい、で、南口の方からスタートなんですけども、まあ、どっちかというといつも毛越四つの方に行くことが多かったんですけども、今回はですね、渡辺通り側の方の信号を渡っていきたいと思います。まあ、ぶっちゃけどっちでもいいんですよね。毛越四つの方にもですね、すぐ信号があるんで、そっちから行ってもいいんですけども、まあ今回はこちらの方から行かせてもらってます。で、渡ってからですね、またもう一個、高架下を渡ってもらって、で、ここですね、ここの最初の角を左にも曲がってもらって入っていったらもうすぐです。どれぐらいかな、歩いて一応5、6分ぐらいですかね。昨日ご紹介した若葉さんよりは若干ありますけども、まあ、それでもね相当近いです。はい、で、こちらになりますね。まあ、この左にビッグカメラがあるからですね、そこに沿ってずっと行ってれば問題ないと思います。はい、こちらですね、こちらのビルの2階になります。はい、看板がありますね、滝餃子池三郎さんですね。はい、で滝餃子池三郎さんなんですけども、営業時間は11時半から14時、で夜の営業が18時から22時半ですね。で、日曜日がお休みになってます。ただ今ですね、緊急事態宣言が出てるので、おそらく夜は8時、20時で終了になってると思います。で、おそらくお酒は飲めないんじゃないかなと思います。ちょっともしかしたら休業されてる可能性もあるので、もしね、今この緊急事態宣言が出されてる状況で行かれる場合はですね、申し訳ないんですけど、一回ちょっと調べてみてください。で、お店の中なんですけども、結構広かったですね、思ってたよりは。どれぐらい入るのかな？カウンターと、あとテーブルと、あと小上がりみたいな感じのもあったんで、まあ30人は余裕で入るんじゃないかなというふうに思います。はい。で、この見えますかね、奥の方に見えてるこのお盆みたいなやつ、これを見てですね、もしかしたらピンとくる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ池三郎っていう名前自体でですね、もうご存知かもしれないんですけども、まあ、ちょっと後から紹介しましょうかね。はい。で、ここですね、本来は夜しかやってなかったんですけども、2回目の緊急事態が出た時に、お昼、ランチメニューを始めたらしいんですよ。で、はい、こちらですね、ランチのメニューなんですけども、牛丼とちゃんぽんになってますよね。はい、見たことありますよね。はい、こちらがちゃんぽんになります。で、ここですね、滝餃子のお店なんで、滝餃子が入ってるんですよ。これ、めちゃくちゃ暑そうでしょ。めちゃくちゃ暑かったです。もう猫舌の私にはですね、ハードルが高すぎてですね、マジかと思いながら見てましたけど、でもね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。なので、この、ちゃんぽんを、お椀、ちっちゃいお椀にですね、ちょっと取りながら、食べると私みたいな猫舌もいいかなというふうに思います。で、今回私が
注文したのがですね、牛丼と半ちゃんぽんのセットですね。半ちゃんぽんであの量だからすごいですよね。びっくりするくらい多かったです。はい。で、キムチがついてきて、こちらがですね、牛丼になります。はい。見たことありますね。はい。ですね、これでいくらだっけ？牛丼と半ちゃんぽんで1300円ですね。なので、まあ、ランチしか多分ないと思うんですけども、こちらでいただくことがですみます。はい。まずですね、ちゃんぽんいただきます。やっぱ暑いからですね、もう早めにさらに取っとこうと思ってですね、ちょっと食べるまでのタイムラグを作るために、先に取ろうとしてますね。はい。で、先ほども言ったんですけども、もう言っちゃうとですね、以前ご紹介したイケポンさんと同じ系列のお店なんですよ。で、もっと言うと、イケポンさんと同じ系列ってことはですね、わらびのグループなんですよね。わらびのグループさん。知らない間に私がめちゃくちゃお世話になってるっていう。で、なんだったらですね、わらびのグループさん、私、イケポンさん紹介してるでしょ。あと、豚ステーキ、赤坂の方のお店なんですけども、トイチさんもご紹介してるし、あと、肉豆腐のしげこさんとかも多分僕はご紹介してるんですよね。だからですね、本当に知らない間に、めちゃくちゃ僕、わらびのさんのところにお世話になってるんですよ。で、まあ、さすがに池三郎さんはね、知ってましたよ。同じ系列のお店だっていうのは。で、はい、ごちそうさまでした。おいしゅうございました。知ってましたよ。けど、あ、こんなにも僕行ったことある店が、同じグループなんだと思って、池三郎さんとか池ポンさんとか、まあ、池が入ってるからですね、わかりやすいじゃないですか。で、しかもこの鍋、ね、この何、お盆に、この熱々の、器に乗せてくるじゃないですか。で、肉豆腐さんの時にね、このあれを見た瞬間に、あれ、もしかしてここ同じお店なのって言って、あ、本当だ、よく考えたら、隣にトイチさんあるやんと思って、だからですね、本当にこれ、もしかしたら福岡の飲食あるあるなのかもしれないんですけども、分かりやすいチェーンもあるんですよ。やっぱウエストとかですね、あるんですけども、やっぱ業態が違ったり、お店の名前が違ったりしてですね、実はこことここがつながってましたみたいな。僕の中で、わらびのさんグループと、あと、アトモスダイニングかな？さんかな？は、知らない間に行ってる、チェーン店第1位なんですよね。っていうぐらい、まあ、僕が多分そのお店の味とか雰囲気とかが好きなんだろうと思うんですけども、多分ですね、調べればもっとあると思うんですよね。知らない間に同じところに行ってたっていうのは。だから、まあ、そういうのをですね、ちょっと調べるのも面白いなというふうに思いました。はい。ということで、ランチをやってるのがですね、もしかしたら今だけかもしれないんですよ。緊急事態宣言が終了して夜営業が普通通りにできるとなると、もしかしたらランチなくなるかもしれないんですよね。で、博多の方のイケポンさんはもうランチをずっとやられてるんで、多分なくならないと思うんですけども、こちらの池三郎さんはもしかしたらランチなくなるかもしれませんので、もし緊急事態宣言が明けてですね、行かれる場合はですね、一応ですね、一回連絡入れてやってるかどうか確認をしていただけるとありがたいです。はい、ということで、本日はですね、滝餃子の池三郎さんのご紹介になりました。もうこうなったらですね、僕池田商店さんもね、ご紹介しようと思います。もう、こんだけわらびのさんのところをご紹介しておいて、池田商店さん紹介しないのはもうおかしいですよね。はい。いつ行けるかわからないんですけども、行きたいと思いますので、宣言しておきます。はい。ということで、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。失礼します。